こんにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムやっていきましょう。パート32でペンさんの物語をやったんですが、そこからの続きをやってみたいと思います。今回ペンさんがいるところは西ハテール地方にある双子馬宿、イーガ団からうちにゼルダ様に関する声明文が送られてきたという内容で言ってるみたいです。それでは馬宿に移動したいと思います。双子馬山はハテールの双子山の近くかなと思うので、右下のあたりですね、レイクサイド、高地、ここです。場所的にはまあ近くは馬宿に行けるようになってるところなはずだから、ここでいいかな。消防隊からも行けそうですね。移動してきました。私の場合は祠が空いてたので祠から移動です。それでは馬宿に行ってペンさん探しましょう。どの辺にいるかな。近づくと多分びっくりマークみたいなのとか、えいた、え、なんでそんな上にいるの、何、びっくりマーク出てないね。のなんだ、相棒か。朝日に紛れ近づいてくるなんてさすがだな。俺としたことがちょっと取り乱してしまったよ。取り乱してるのは相棒に驚いたからだけじゃないんだ。んゼルダ様が、ゼルダ様が誘拐されちまったんだ。え、ゼルダ姫誘拐事件。イーガ団という連中知ってるか。邪悪なるものを崇拝し、ゼルダ様を亡き者にせんと企む不届き者たちなんだが、ゼルダ様を誘拐したのはそのイーガ団なんだ。というのは、やつらがゼルダは預かった、そびえ立つ双子の壁、その深くえぐらりし谷まで待つなんて声明文が新聞社に送りつけられてな。さすがの三葉さんも取り乱してたよ。そう、ガセネタかもって言ってなかった。声明文にあった双子という言葉がここ双子馬宿と関係あるんじゃないかとやってきたんだが、今のところ新たな手がかりは何もつかめてないんだ。相棒、この悪のさえずり絶対に突き止めるぞ。ゼルダ姫誘拐事件。谷って言ってましたよね。後ろのとこじゃない、双子山関係してるんじゃないですか。もう一回聞きますね。ゼルダは預かった、そびえ立つ双子の壁、その深くえぐられし谷まで待つ。これは双子山の山頂近くにあるちょっとくぼんでるところじゃないですか。双子山って手前のところが山がね2つになっているので、多分こっちの、やっぱりいましたね。あれ怪しいですよね。ここからでいいかな。今日雨なので崖登りができなかったんで上から来ました。何か置いてある感じがしますね。これ罠ですか。イーガ団からのっていうのと、この置き方は罠でしょう多分。あと誰かいますね。え、ゼルダ姫っぽい、え、ゼルダ姫っぽくないですか。ちょっと近づいたらどうなるか分かんないからズームします。ゼルダ姫ですよね。あ、すごい、ゼルダいました。だから誘拐事件ってこと。一応写真撮っときます。でもゾナウの衣装じゃないですね。ストーリーの一番最初でゼルダ姫が着てた衣装だと思います。これ近づいてもいいのかな、大丈夫でしょうか。うわー、リック助けてって言ってる。話しかけられるし、これはどかせばいいってことでいいの。でも多分どかせたら、これ罠だとしたらいなくなるかな。リンク来てくれたのね、私はゼルダよ、わかるわよね。え、なんかお話の仕方が違いますよね、やっぱり。きっと助けに来てくれると信じてたわ。さあ、この檻をどうにかしてちょうだい。
これは完全に罠っぽいですよね。したらウルトラハンドで動かして、お、頑丈で重そうな檻を糸もたやすく動かすなんて、あなたはリンクに違いないわ。え、リンクじゃなかったら誰だと思われてたんでしょう。怪しすぎるけど可愛い。ふふ、ゼルダを餌にすれば釣れるとは思ったけど、まさかこんなにうまくいくなんて。安心しろ、ゼルダも見つけ次第すぐにお前の元に送ってやる。皆の者、こいつがリンクで間違いない。一斉にかかれ。いい画壇だねやっぱりそのまま。もうちょっとなんかひねりあるかと思ったんですけど、完全ないい画壇これやっぱ強いですね。いいなこれ。でも大ぶりなんですよね。もうちょっとちっちゃいやつ、片手っぽい武器につければよかったかも。では持ち替えましょう。これはどうだろう。あ、ジャンプされてる。これなんかみんなにお願いしてたらやってくれそうな気がするんですけど、そんなことないのかなじゃあこっち。あ、終わる。みんな強いね。はい、終わりました3体かな、3人のイーガ団員。今回はこのくらいで許してやろう。だがしかし、次は容赦はせぬ、覚悟しておくんだな。この構成員さんがさっきのゼルダだったのかな。ちょっとリーダーっぽい感じですよね。おー、相棒、お前もやっぱりここにいたか。遅いペンさん遅い。どう考えても双子って言葉はここかと。俺も調べてきたんだ、うん、残念ながらこっちは収穫なしだったけどな。で、どうだ、相棒の方は何か分かったか。間が悪いとはこのことだな。イーガタンが残したあの生命分はお前を陥れる罠だったというのか。ん、なんで相棒がイーガタンに狙われてるんだまあそれよりも何よりもゼルダ様の誘拐が虚言でよかったよ。これで俺たちが真相を明らかにしたゼルダ様にまつわる噂話は3件目か。こんなに順調に進むとは思ってなかったよ。相棒ってのはいいもんだな。これは今回の取り分だ。はい、50ルピーと。そうそう、三つ葉さんが相棒の仕事ぶりを褒めていたぜ。今回の報酬に色をつけてくれるみたいだ。さすがだな相棒。20ルピー今回の E 型の悪行と事件の真相について早速記事にさせてもらうぜ。サッパーン、サラバード。これサラバードって書いてるけどサッパーって言ってるよねということで、エピソードチャレンジのゼルダ姫誘拐事件コンプリートしました。ここからどこ行くんでしょうね。あ、斬新の小刀は持てないからそのままにしますか。あと持てそうなのは特にないかな。それでは三つ葉さんのところに一回戻って、次にペンさんが行った場所聞きに行こうと思います。そういえばなんでイーガ団って地底にいっぱいいるけど地上に戻ってこないのかな。コーガ様もそうでしたけど戻る気があんまりないのか、それとも魔王に関することが地底にあるからそっちにいるのか、どっちなんですかね。まあ、何はともあれ地上イーガ団が今回事件として出てきたのは個人的には嬉しいです。次はどこにいるんでしょう。ああ、リンク様、朝早うからお疲れ様。ペンを見失ったとか、平原外れの馬宿で聞き込みしてる、うん、ハイラル平原とゲルド地方の境目にある近くに大きなゾナウイスキが落ちてきた。お、なんだろう、あ、でっかいゾナウイスキ。そこまだ行ってないかもしれないですね。とりあえずゼルダ様の手がかりで
ペンさんがいる馬宿の位置が分かったので移動してみましょう。平原外れの馬宿、平原外れ、ゲルドと、あ、ここかな。はい、筒梅の祠が一番近かったのでここに移動してきました。目の前ですね。雨降ってるからみんな雨宿りしに走ってる。そしてペーンさんはどこにいるんでしょう。なんか見た感じ外にはいなさそうですよね。ちょっと探してみましょう。カンカン、いつかの旅人さん、馬鳴り楽団が復活したんです。そう、これは大妖精の泉開けたくて先にやっちゃってたやつですね。トップニュース聞きます。俗ゼルダ姫の相葉、少し前に動画でやったやつですね。金色の相葉の話更新になってるみたいです。でもそもそもなんで逃げたんだろう。やっぱ自分は隅から隅まで読まないとね。コラム欄は世界に一つだけのマイホーム作り、これまだやってないんですよね。一から村今度行こうと思います。そして最近の私のマイブームです。ここにあるポスターのご飯を作りたい。一個ね、やっぱりまだわからないのがあって作れないんですけど、このお米の下にあるやつ、これが見つかったら全部一緒に作りたいですね。そしてペンさんはどこにいるんだろう。なになに、大妖精シーザ様が。そう、ここシーザさんの近くだから多分ほこらも開いてて来たことある位置だったんだけど、パーって見る感じはやっぱりいないですよね。上の方行って探してみますか。ペンさんが見当たらない。ちょっと離れたとこにいるのかな。いないね。馬の上にもいないね。あ、左側にちょっといましたね。ただ気になるので先に馬宿の周りを回ってみます。降ってるっすね、雨降ってるっすね。ゲルドの街っすかね。街に行きたいとかもあるけど、おすすめは、あー、闘技場跡地はちょっとこの前行ってめちゃくちゃ怖かったのでノーサンキューです。街は橋だよね。橋の方行ってゾナウ遺跡があるのかな。多分ね、行ったことなかった気がするからまた今度行ってはみたいですね。これ何、畑の桑。写真撮ったりすれば多分いいんだろうけど、そのままにしときます。写し絵全部コンプリートってどれぐらい時間かかるんですかね、そういえば。ということで井戸入ってみました。ペンさんのところに行く前にとりあえず井戸の探索します。あれ、結構奥まである井戸もしかして。そう、各地の井戸一応行くようには したいなと思って見つけたら入るんですけど、井戸広いところ多いですよね。なんでなんだろう。張り、あ、待って、妖精さんいた。これは欲しい。一匹入手できないでしょうか。妖精さんまだね、捕まえたことないんですよね。空島にもいたりもするし、井戸だったりするのもいたりするんですけど、ほぼほぼ水があるところにいますよね。綺麗な水っぽいところにいるイメージが。いけるか。あ、来た。妖精、力尽きてしまった時にポーチに入れていると回復してくれる妖精さん。俺何匹か連れてるとボス戦とかね、そういうの楽なんですけど、今まで1匹も捕まえてこなかったので今回入手できて嬉しい。1匹逃げちゃったけど、まあしょうがないよね。でこれで終わりかな。一応なんか迷いとかは特にいなかったですよね。奥の方も入れるところなかったと思うから、これで終わりなのかな。
目の前だった雨も上がりましたね。これで見通しが効くから行きましょう。よう相棒、お前も聞き取りか。いや追ってきたんだけどな。こんな時間に精が出るじゃないか。新米だと思ってたが、汽車魂はプロ並みだな。俺の方はこちらのジェントリマンからいろいろ聞いていたところだ。あんたも汽車さんなのか。違うんですけどね。いやちょっと不思議な体験をしましてね。この先にある遺跡が刺さった三叉路のあたりで女性に話しかけられたんです。あの方が危ない、命を狙われているのであの方の身分は明かせないけど助けてほしいって。困ってそうだったんでその女性後つけてみたんですが、どんなに頑張っても追いつけなくて結局途中で見失ってしまって、それっきりなんです。なあ相棒、あの方っていうのが引っかからないか。身分明かせないってことはおそらく高貴な出なんだろうし、その上誰かに命を狙われているなんて、俺たちが追っているあの方が頭にちらつくんだよな。これはひょっとするとひょっとするかもな。このさえずりついばんでみる価値はありそうだぜ。そういえばあの女性、僕の髪ジロジロ見てたけど、あれ何だったんだろう。ん？髪？いざなう女、うん、ふんふんあのペンさん観察するとすごく面白いのが、本当にちっちゃいメモにこうやって書いてるんですよね。もうちょっと大きいメモにすればいいのにと個人的には思っちゃいます。いっぱい書けるしね。でも鳥の手大きいしって思っちゃうんだけどね。まあ、とりあえず来てくれなさそうなんで、また一人で行ってみましょう。多分あの木のとこにいる人かな。この人っぽいですよね。違う、これ人？幽霊？名前が怖いよね、イザナウって。誰か、いやなんか暗い顔してるな。ふう、おかわいそうなあの方。あ、金色の髪、髪？見えなくない？隠れてるよ今。あなたがどなたか存じませんが、命を狙われているので身分は明かせませんが、大切なあの方がとある場所で身動きが取れない状態なんです。私一人では連れ出すこともできなくて。もちろんあの方は悪者に見つからないようとある場所に隠れていただいております。ん？人目を避けながら向かいますので、まずはここから離れましょう。私はこの街道の先で待ってます。早くない？一緒に行けないの？遺跡が落ちてきてるの、ちょっと気になるけど、そのまま行きましょうか。あとは見つからないように行けるかなできればさっきの女の人を早く追いかけていきたいですけど、どうなんでしょう。飛んでる魔物ぐらいだといけますよね。ダメじゃんか、黒、黒いのいる。待って、白もいるな。白銀いるな。どうしようかな。ちょっと待って、ご飯食べましょう。少なくしちゃったんで。妖精さん使わないようにしたいです。よし。待って待って待って、黒ぼこ終わった。ちょっとやばい、フロドラハンマー壊れそうせっかくいい感じなの作ったのに。いいよ。あれ、人の武器持ってません？それ人の武器拾ってる。あ、待って、もう一体いるんだ。キノコついてる。ハイラルキノコかな。ハイラルキノコ、名前違うな。ハイラルだけなんかこの女、キノコつけてるの、なんで食べ物か。ちょっと待ってね。遠くから、キースの目玉でなんとかしよう。ひるんでほしいんだけどな。あんまり正面切って行きたくないですよね。強いから。あー、やっぱりもう強いからあんまりやりたくなかったんですけど。食べよう。お腹、空いた。ご飯いっぱい食べちゃった。うまい宿で休んでくればよかった。はい、
コロン届く。あ、戻った気がする。戻りましたね。早く行かないと。大振りだからこれに当たらないようにしたいので、ちょっと なんとかしたい。えいっ、オッケー、飛んだ。滑空だ。あ、ダメか、近すぎて。あともうちょっと。あ、ダメだったよ。下手くそでしたね今弓。しょうがない。はい、終わり。これでいいかな。もう一体いるね。黒だね。エレキス、どっかでエレキースも調達しないと。少なくなっちゃいました。はい、これで終わりかな。大丈夫そうですね。で、女の人がいない。あ、いた。すごい足速いし、魔物いたのに。置いてきぼりにして申し訳ありません。あの方が心配で。あの方は人目を避ける場所で休んでおられます。少し悪路で申し訳ありませんが。え？え？あの崖の上までお越しいただけますか。落下物のあたりで落ち合いましょう。え、待って、どうやって登るのこの人。大丈夫？崖登りできる人？え、あれでしょ、どうしようかな。これ登ってった方がいいですかね、それとも近くに眺望台があるんでそっから行った方がいいかな。な、登るの時間かかると思うよこれさすがに時間かかりますよね。ここから行った方がいいんじゃないかな。高さも出るし、そっちから行きましょう。え、ここ登ってった感じ、何者？え、幽霊じゃないの？ちょっと幽霊としか思えないんですけど、まあ、位置は近いからまあいいんですけど、近くに闘技場跡地とかあって、そこは行きたくないんだけど、連れて行かれるのかな。闘技場に、闘技場と縁がある幽霊？地下の、どの辺だ？馬や泉、さっき来たのこっちからですよね。こっからこう来て、だからこの辺？え、やっぱ闘技場の上？え、闘技場行くのとかはちょっと嫌ですよどうしよう、闘技場一緒に行きましょうみたいな感じになったら。闘技場になんて隠れられないと思うんだけどな。怖すぎる、どうしよう。あ、この距離だと人が分かんないけど、あの闘技場には怖い三つ首がいるからまだ行けない。もっと強い何かを入手してからじゃないと行きにくいんだけどな。上の段かな。上の段ですね多分。下から見て斜めのとこいる？いた！どうやって登ってきたのここ。やはりここまでは大丈夫？やはり。あ、失礼しました、来てくれてありがとうございます。怪しさ満点。あの方のいらっしゃる場所をもうすぐ。ん？え、そっち？あの方のいらっしゃる場所は向こう岸の落下物があるところです。ちょっと離れていますが、あなたならきっと来てくれると信じています。どうやって行くの？ちょっと離れていますがレベルではなくないですか。やっぱり幽霊？
あの方って誰？幽霊？始まりの大地の方ですよね、これ。そうだよね。いや、プレスオブザワイルドで初めて降り立ったところだと思うんだけどな。ここ。そうだよね。始まりの大地ですよね。いたよ。早くない？どうやって来たの？何人かいる。影分身してる？あなたを試すようなことして申し訳ありません。金色の髪、どんな道も乗り越える力と勇気、それに何より偽善ぶり。え、ゼルダ様、お月の剣士リンク本人で間違いありませんね。とうとう会えましたわ。最後の場所にお連れしましょう。行き先は地獄となります。いや、これイーガさんじゃんまたまたイーガさんたちなの？どういう感じ？新聞社にゼルダさんのこと持ち込んでるのイーガ団だけなのかな。なんか最近そんな感じですよね。はい、あ、まだか。なんかないかな。あと2位ぐらいだと思うんだけどな。はい、あと1体終わってる？終わってますね。あ、違うね残ってましたね。終わった。やっぱり3体ずつ出てくるんだね。チームなのかな。今回はこのぐらいで許してやろう。だがしかし、次は容赦はせぬ。覚悟しておくんだな。またこれ次があるってことですよね、多分。白爪新聞社に持ち込んでる E 型的なやつってもうちょっとあるのかな。こんなところにいたのか。ずいぶん遠くまで調査していたようだな。俺は謎の女がいざなっていたという場所を上空から調べてみたんだが、ふと人の声がする方に来てみたら相棒の姿を見かけてな。で、何かついばめたか？うん、イーガ団でしたよ。なんだって？いざなう女はイーガ団だったってのか？その通り。まさか村人に姿を変えて姫様お月の剣士をあぶり出そうとしてたとはな。しかし相棒も何度も間違われてとんだ災難だったな。ん？リンクだって気づいてない？新米新聞記者イーガ団の狂犬に倒れるなんて記事書く羽目にならなくてよかったよ。これで俺たちが真相を明らかにしたゼルダ様にまつわる噂話は4件目。今回の相棒の取り分50ルピー。それともう一つ、成果報酬が届いてるぜ。あ、カワズノシリーズもらいました。やっぱり1個ずつなんだね。ああ、雨の日でも滑らず壁に貼り付ける珍しい防具だ。やった。これがあれば翼を持たない相棒でもさらに活動範囲を広げられるだろう。翼がなくても結構活動範囲広いと思うよ。うわーってサラバードがわーになってたんですけどこれでイザナウ女はコンプリートしました。再び聞きに来ました。三つ葉さん、ペンさんは今どこにいますか？うん、あ、リンク様、朝早うからお疲れ様です。ペンさんがいなくなりました見失いました。今やったら高原の馬宿で聞き込みしてるんちゃいますかね。高原の馬宿、ハイラルのマミナミ、その端っこにある馬宿ですね。何でも、え、小鳥ちゃんからゼルダ様の声を聞いたとか、サラバードも言わずにすっ飛んでいきましたわ。お急ぎだったってことだね。あんな偉そうにしてますけど、まだ新人記者なんですよ。何回も聞いてるんですけど、新人記者扱いされてるのはなぜでしょう？リンクなんですが、まあいいか。とりあえず行き先は分かりましたよ。高原の馬宿、高原の馬宿、馬宿外れ、高原こっちだっけ、どっかで見た、あ、これだ。じゃあ行きますか。うつきよし、うつきょき、うつ美しいよきどっち、ようちっちゃくないような気がする。ほこら移動します。
どういう感じなんだろう。情報屋の小鳥ちゃんがいるってことですよね。一緒に写書き、あ、ここか。あ、間違った。こっち、あれ、馬宿、あ、逆側。この辺も結構来てた気がするんだけど、なんで来てたんだっけなちょっと忘れましたけど、何かで来てた記憶がありますね。お、いたいた。今回は楽々見つけた。ペーン、ゼルダ様の声が。はい、よう相棒、ここの噂を聞いてきたのか。翼もないのにこんな固い仲間で来るとは、記者の心意気を感じるな。実はな、この馬宿でゼルダ様らしきお声を聞いた。そんな垂れ込みを小鳥ちゃんがからもらって飛んできたんだが、どうも様子がおかしい。聞き取り調査をしたところ、夜になると北西のアラフラ平原で声が聞こえると言うんだ。武器テケ、武器テケ、ん、武器テケ、武器置いてけ違う、お皿ないわみたいな、そういうあれではなく、武器置いてけ、武器持ってけ、もらえるのかな。うーん、何かのおまじないか、あるいは呪いの、あ、いかん、鳥肌が立ってきた。それでその不気味な声を聞いた旅人たちは、みんな恐怖のあまりに腰を抜かし、武器すら放り出して逃げ出してしまうらしい。武器持って帰れっていう意味ですかね。武器置いてけで合ってるのかな。果たして本当にゼルダ様の声なのか、ゼルダ様であるなら何が目的なのか確かめるためには現場に行くしかないんだろうな。やはりちょっと嫌そうな感じですね。怖いのかな、不気味な声。ところで相棒、お前って怖がりな方だよな。待って、怖がりでしょって聞き方じゃない、あれ、俺はそうだな、相棒ほどではないが、まあまあ怖がりだな。何それ、言い方よ、ペンさん怖いんだやっぱり。そういうわけで今回は単独行動はやめて一緒に調査することにしようじゃないか。出発するなら夜だな。俺はここにいるから夜が更けたら声をかけてくれ。じゃあ夜が更けるまで、夜は更けてないけどね、夜になると。あれ、待って待って、ちょっと面白い話してる、 B ボタン押しちゃったけど。夜になるとここから北西のアラフラ平原で聞こえてくるという不気味な声。相棒ちょっと聞いていいか。鳥族じゃない相棒も鳥肌は立つのか。立つよまあそんなことはどうでもいいが、調査は一緒だな、その方がいいんだ。向かう前に声をかけてくれ、頼んだぞ。なんかさっきと違うよね。相棒ちょっと聞いていいか。一緒かな、一緒になってるね、夜だね。わかりました、じゃあ周りの人にも聞いてみましょう。いや旅の人かな。フィローネ平原には馬がたくさんいるだろう。僕はね、ここで馬と共に生まれ育ち、苦労を重ねて馬術を磨いてきたんだ。だから人よりも腕には自信があるんだけど、最近は馬術を競うだけじゃなく物足りなくて、馬を愛する者としてさらなる高みを目指すため新しい競技を考えたんだ。その競技とは、馬につなげた荷台の荷物を落とさずにコースをいかに早く走り抜けられるか。どうだい、君も馬術に自信があるなら僕の競技で僕の記録に挑戦してみないか。これやってみていいのかな、うん、馬乗ってこいって言われた。え、じゃあちょっと馬乗っていきます。夜更けるまで時間ありますからね、まだ朝ですし。馬を連れ出したいです。サイコロにする、せっかくだから。はい、お待たせいたしました。装飾はいかがなさいますか。蔵を変えましょう。王家の蔵でしょう、いつものやつね。王家の蔵にしますよ。変更します。 OK、
気に召しました。他は手綱変えましょう。王家の手綱ですよ。慣れてるんでしょ、こっちがって言ってたよね。素敵ですね。はい、大丈夫です。馬の装飾変更したくなった際にはいつでもお申し付けください。馬上から人に話しかけるときは注目しながら話しかけてください。ただしゆっくり移動している馬にしかじゃないや移動している馬って移動しているときにしか話しかけられないのでご注意くださいね。そういえば先日2人組の旅人から極の白馬の技を聞きましてね、もっとも白馬のことを教えてくれた2人組も実際にその馬を見たわけじゃないらしくて、街道を進んで馬神湖の向こうまで探しに行くと言っていました。馬宿の仕事を放り出すにはいきませんが、極の白馬、大きい白馬ってことかな、いるならぜひ見てみたいものです。大きい白馬って馬に乗っ馬に乗って話しかけるしかないの。ちょっとあのごめん、そっちに行きたかったわけじゃないんだ、ごめんね。どうごめんね。のんびり歩こうと思ったのに A ボタン押すからいけないんだよね。はいはい、早く走りたかったわけじゃないんだ、ごめんね。はい、じゃあブレーキー。はいはい、ちょっとお兄さん、はい、もしかして例の競技がやりたくて馬を連れてきたのかな。引っ張りハーネスも持っているみたいだし、よし、準備は万全みたいだな。じゃあ改めて聞くけど、記録に挑戦してみるかい。してみよう。ああ、参加料いただく。いいえ、それ最初に言ってほしかったじゃあやるだけやってみますね、うん、君の馬と荷台をつなげてと、次に木箱を一つ荷台によっこらしょっと。よし、これで準備が整ったぞ。どういう競技だっけ、落とさず行くって競技でしたよね確か。でいかに早くゴールできるか、なんかコツでもあるのかな。すごいとこ連れてこられてるんですけど競技の説明するよ。ここの草原ぐるっと一周、荷台の荷物を落とさないように走り抜けるんだ。チェックポイントは10個ある。全て通らなければゴールはできない。10個通り抜けたらここに戻ってくる、それがゴールだ。なるほど、荷台に乗せたものを落としたら失格、途中で馬から降りてもダメ。いい記録出せたら記録に合わせて馬宿ポイントあげるよ1分以上だなんだね。じゃあちょっとやってみよっか。まずは1分30秒で走り切ることを心がけよう。1分以内だったらいい記録出せればいけるってことかな。1分以内でしょ。あ、待って、下手くそ、もうダメなんだけど下手くそよ、ごめんこれ練習してからもう一回やろうごめんなさい皆さん、ごめんなさい、下手くそすぎたどうすればいいんだろう、馬の乗り方が下手くそすぎた、ごめんサイコロ、ごめんね。もう一回やる、ちょっとやめてく、練習してから来るこれあのごめんねサイコロ、ごめんねサイコロ、せっかく一緒に来てくれたのに。預けるね、お用は預けるよ、サイコロ預かって、お願いします。すいません、これ行ってみた方がいいのかな。移動、あれ、どうされました。吹雪と狐、私の自信作グーん、すやすや、じゃそのままにしとこっか。え、これしかないの？暑くなったら起きる？起きないね。どうすればいいんだろう。
ん？何もすることない、ここ。大丈夫かな、この人。とりあえず上上がります。何だったんだろう、不思議な不思議な井戸。9時から夜に式なのそっか、夕方時間があるからってことかな。夜になったよ。おっと、その気になったのか。ならば現場に行くか。行きます。そこなくちゃな。怖いんだろペン。大丈夫だ、一緒に行こう。私も怖いんだ。ちょっと待って、一緒に行こうって言っといて先に行くのずるくない？え近くない？えそれ、え近くない？ねえ、さすがにさ、さすがにさ、怖っ。これはさ、近くない？なんだこれ、どこから来たやつ。聞いたか、相棒。あれ、おそらく声が噂の声だ。結構近いぞ。確かにゼルダ様の声のようにも思えるが、一体どこから聞こえてくるんだ。とはいえ足と翼がすくんで、いや、くじいた。すぐには動けないんだ。いや、動けないかも。動けないんだじゃない。これなんか分かったかもしれない。武器、オッケー、武器、オッケー。さないつ、な、な、これ。これさ、おいけ、武器、さも、いっときつめになる。このさ、井戸の下に女の人いたんですけど、それじゃない？ほら。武器置いてけ、武器置いてけ、さもないときつめに縛る。どういうこと、怖っ。え、ただの怖い人じゃない。待って、立ってる。武器ある。さっき何にもなかったの。ここちょっとわかんないから上抜けしたんだけど。吹雪追いかけ、吹雪追いかけ、寒くないと狐は威張る。え？ん？あら、あなたいつの間に。何かよ。え、待って、上で聞くのと内容違う。なんで？武器置いてけ、武器置いてけ、差もないと縛るって言ってたんだけど、私が武器置いてけなんて物騒な歌歌うわけないじゃないのよ。吹雪追いかけ、吹雪追いかけって歌ったの。さもないときつめに縛る。武器置いてかないときつめに縛られるって何よその歌。寒くないと狐が威張るって歌ったの。最初から全部歌うとこんな感じ。ハンハンハンにしか聞こえないけど、こういう感じ。吹雪追いかけて寒さに強いことを自慢する可愛い狐の歌なんだから、そうは聞こえなかったと思うかな。井戸の中だったら思いっきり歌っても誰にも迷惑かけないでしょ。外で歌うより断然上手に聞こえるし、声だって綺麗に聞こえる気がするの。でも井戸の外ではきつめに縛られる歌に聞こえていたので毎朝井戸の周りに武器が落ちてたからなんだろうって思ってたけど、そういうことか。危ないから一応そこに集めておいたけど、武器なんて私興味ないから勝手に持ってっちゃっていいわよ。はい、そこにいるのか相棒。中の様子はどうなってるんだ、俺にも教えてくれ。降りてくればいいと思うよ。降りてくればいいと思うよ。降りてこないの。どうなんだ。ゼルダ様はいたのか。違うよ。え、井戸の中で女性が歌の練習をしていたって。そうか、井戸の中で音が乱反射してたまたま姫様の声のように聞こえていたのか。しかも本来の歌詞とは違って聞こえていて、その間違った内容に対して怯えていたと。これで謎は解明、一件落着。汽車冥利に尽きる、あまり鳥肌まで。ご苦労だったな相棒、一緒に行くって言ったのに一緒に行くって言ったのに待ってただけじゃないですか。
俺たちが真相を明らかにしたゼルダ様にまつわる噂話は5件。相棒の活躍は白爪新聞社の社内でも話題になってるぜ。期待の新人現るってな。そうそう、俺たちの記事のおかげで新聞の売り上げも上々らしくてな。三つ葉さんから報酬アップの連絡が来たんだ。今回の相棒の取り分は100もらった。お金ありがとう。じゃあ俺は社に戻るぜ。声の主が姫様じゃなかったこと、早いことを記事にしとかないとな。また会おうぜ。サッパーン、サッパーン。相変わらずここからは早い感じで、はい。じゃあちょっともう一回降りますね。ごめんね姉さん、ちゃんと吹雪追いかけて歌ってたのにね。私はこれからもこの井戸で歌の練習を続けるつもり。いっそのこともここを私の家にしちゃってもいいかもね。ただし武器は邪魔なだけだから勝手に持ってっちゃっていいからね。ありがとうございます。武器もらえるようになりました。ビッグブーメラン、すごい武器落としてる。なんかここに来たら武器もらえるんだったらあれですよね、武器持ってる数増やしてもよくないですか。これ欲しいんだけどいろいろ欲しいんだけど、1,2,3,4,5個ちょっと増やしてからまた来ようかなはい、ということでお姉さんの声が一番最後の謎になっていました。まだ白爪新聞社のペンさんとの話は残ってると思うので、引き続きいろんなところを進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!